もうすぐカムロ町に着く。マフユ、黒岩の居場所は？まだ見つからない。連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしかしたら黒岩もそこに。ただのチンピラじゃねえな。厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。そうこなくっちゃない。止まれっつってんだこら。なんでこうもバンがバンバンやってきやがるんだ。ん？待て、違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない、兄貴。だから違うって。頼むよ海藤さん、頼りにしてるんだから行くぞ。Yeah!
ってもしかして黒岩がやったんじゃねえのか。帰り討ちにしたんだ、自分を殺しに来た連中。で、それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 。黒岩にやられたのか。やつは創薬センターに向かった。え？長野を殺す気だろう。狙われた復讐にアドデックナイン潰して事務次官たちも全員破滅させる。クズ同士で潰し合ってくれるってこと？やったじゃん。いや、今小野に死なれたら結局事件は闇の中だ。大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え？黒岩を追う。あ、真冬、創薬センターに警官を手配できるか。蝶野が狙われてるらしい。すぐ安全な場所に移してくれ。手間のかかる野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。銃を持ってるぞ。